植物の種子が発芽するために必要な条件3つあったよね。覚えてるでしょうか。種子が発芽するためには水、そして空気、あと一つは適した温度だったよね。冷蔵庫のような5度ぐらいの寒いところだと種子は発芽しないけれども、20度ぐらい、春の温度ぐらいだと種子は発芽するんでした。さて、ではこの発芽した種子がさらに大きく成長していくためには一体何が必要なのでしょうか。今回は植物が成長していくために必要なものについて考えていきたいと思います。植物が成長していくためには一体何が必要なのでしょうか。これを考えるにあたって少し復習しておこうと思います。種子の中には子葉と呼ばれる部分があったよね。子葉には何が含まれていたんだったっけ？でんぷんと呼ばれる植物の養分になるものが含まれているんだったよね。そのでんぷんは種子が発芽して成長するために使われました。ただ、このでんぷんが含まれる子葉の部分っていうのはある程度植物が成長するとしぼんでしまいました。ということは子葉に含まれるでんぷんを使い切ってしまうと植物は養分がなくなっちゃいそうだよね。ということは植物がよりよく成長するためには肥料が必要かなって考えることができそうです。肥料必要そうかな。他どうでしょう。種子が発芽する時には日光って必要なかったよね。だけど発芽してからやっぱり葉っぱが出てからは日光が必要になりそうな気がするよね。日光必要になるでしょうか。他どうかな。水とか空気とか適した温度の他に必要なもの、植物が成長するために必要なもの、どうでしょう。今回はこの2つくらいかな。肥料とか日光くらいかなと思います。植物がよりよく成長するために必要なもの、肥料と日光が必要かどうか実験で確かめてみたいと思います。まずは日光からいきましょう。今回もインゲン豆を使った実験で考えていきます。同じくらいに育った苗を2つ準備します。そして片方は日光を当てる、片方は日光を当てないで成長に差が出るか見てみましょう。一つ注意点です。ここで用意する苗2つはできるだけ同じ大きさの苗を準備してください。もともとが同じくらいだと成長した後の比較がしやすくなるもんね。では今回もこの表を使って条件整理していきたいと思います。片方には日光を十分当てます。もう片方はこういうふうに箱をかぶせて日光が当たらないようにします。箱の下はちょっと隙間を空けて空気が通るようにしてあげてください。肥料については両方とも肥料をあげておきましょう。さてこの2つ何日か置いて成長に差が出るか確認してみました。そうするとこんな結果になりました。はい、左側が日光を当てたまま育てたもの、右側は日光を当てずに育てたものです。もう箱は取っちゃった状態です。さてこの2つの図見てください。左側日光を当てた方が葉が増えてよりよく成長しています。日光を与えた方がよく育ったという結果になりました。ちなみにこの日光を与えなかった方、写真で見るとこんな感じになってしまいます。葉っぱが一部黄色くなってしまったり、茎の部分も弱そうになってしまいました。日光をあげないとだいぶ弱々しくなってしまいます。このことから何が言えるかというと、植物がよく育つためには日光が必要であるということが分かりました。それではもう一つの条件、肥料の方も確かめてみましょう。今度もまた同じくらいに成長した苗を2つ準備します。で、片方には水だけをあげます。もう片方には水に肥料を混ぜてあげてください。他の条件は両方とも同じにします。日光は両方とも与えてあげてください。肥料の条件だけ変えてあげます。左側は肥料をあげません。右側は肥料を十分あげます。ちなみに肥料をあげるときに注意したいのは、肥料をあげすぎてしまうと根が傷んでしまうので、肥料に注意書きとか書かれていると思います。しっかりとその分量を守ってあげてください。さて片方には肥料をあげてもう片方には肥料をあげずに2つの苗育ててみました。そうするとこんな結果になりました。はい、この写真、左側が肥料をあげなかった方、右側が肥料をあげた方です。やっぱり肥料をあげた方がしっかりと葉もたくさん育って大きく育っています。肥料を与えた方がよく育ったという結果になりました。ちなみに今回の肥料をあげなかった方については、日光を当てなかった時みたいに葉が黄色くなったりはしませんでした。葉は緑だけども、単純に葉の量とか大きさっていうのがやっぱり少し違ってきたよという変化がありました。このことから、植物がよく育つためには肥料が必要であるということがわかります。今回の実験では種子が発芽した後、よく成長するために必要な条件を見ていきました。植物がよく成長するためには日光と肥料、この2つが必要であるということが分かりました。